はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。で、今日は久々にね、動画を撮っていきたいなと思います。いつもね、動画まとめ撮って、メルマガ付けさせてもらってるんで、ちょっと久々の撮影になるんですけども、送っていきたいと思います。なぜね、今日こうやって撮ろうかと思ったかっていうと、ちょっとね、今送っている動画、音声悪いんで、めっちゃ聞き取りにくいなと思いながら、たまにはちょっとちゃんとね、静かなところで、撮って送っていきたいなと思って今日こうやって撮影してます。ただ僕の声がガラガラになってるんですけどね、ちょっと声変わりが始まってきて、こんな声になってるんですけども、体はめちゃめちゃ元気なので、元気に送っていきたいなと思います。でね、今日の内容なんですけども、ちょっと今からね、新刊さんの問い合わせがね、入ってたんで、電話しようかなと思うんですけど、僕自身ね、電話めっちゃ嫌いなんです。なんならもうメールでしてくれよって思うぐらい電話嫌いで、電話鳴ってんのは嬉しいんですね。よっしゃ、鳴らせた。そっから先もうね、めんどくさい、電話するのが。でもね、仕方ないから電話するんですけど、僕はね、こういう形でね、もうトークスクリプトですね。電話のトークスクリプトを作ってます。なので、電話しながら、これ読むだけなんですね。これ読んで、もうこっちが質問しまくって、その上で予約取ります。なので、別にドタキャンとか、まあ、全くないわけじゃないですか。たまにありますけども、少ないですし、初回来てもらった時にはもう2回目料金も持ってきてもらう。なので、大体、初回のお試しだけで終わるってことはもうないんですね。そうするにはね、こういうのを作っておいてます。で、少しだけね、これちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まずね、最初、考え方として、別に来ても来なくても、どちらでもいいっていう考えで僕は対応します。なので、相手をこう立てるわけでもなく、こっち側が偉そうにするわけでもなく、どっちでもいいですよという形でいきます。もうこれを徹底します。まずね、何を見て連絡してくれたのかっていうのをまず聞きます。ホームページなのか、チラシなのか、紹介なのか。で、その上でですね、その上で何か質問はありませんかっていうふうにもまず質問聞いておきます。なぜかというと、こっちが質問してて終わったと思ったら、向こうが質問されたら、僕ちょっとイラってしちゃうから、なので、まずね、ホームページであればホームページ見ていただいた上で、何かご質問はありませんかっていうふうに聞いて、もう質問が何もないですっていうふうになってから、こっちに言いたいこと言っていきます。もし向こうに質問があれば、それに答えて、それから入っていきます。なので、うちのルールですね、ありませんかでないってなったら、そこからね、もううちのルールです。当院に通院するにあたってご理解いただきたい内容がありますので、そちらの方を確認取らせてくださいっていう形で始めていって、まず1つ目はね、当院完全予約制になりますっていう部分ですね。で、まあ、うちに来てもらった際に、当院の施術で、何々様のお力になれないと判断した際には、施術をお断りさせていただくことがあります。ご理解ください。で、はいって言わせます。で、お力になれないと判断した場合、確かに、ね、これ病気やで、すぐ病院行かなあかんでっていう場合もあると思いますけど、そんな少ないじゃないですか。まあ、僕見逃してるだけかもしれないですけど、そんな、めちゃめちゃ多いことではないと思うんですね。でもこれなんで言うかっていうと、これうちの患者さんじゃないなとか、僕この人とちょっと一緒にやるとストレスやなって感じた際には、こうやってお伝えしてると断りやすいです。なので言います。で、次に、まあ、うちキャンペーンしてるんで、今回そのキャンペーンで見せていただきますけども、その際ね、うちは2回目のごや、料金をお扱いさせてもらってます。なので、ここ大事ですね、ここ大事。初回終わった後、予定分かれへんから、また連絡するわとか言われるじゃないですか。ほんならね、予定分かる状態で来させたらいいんですよ。なので、初回治療終わった後、当院で治療していくってなった際には、2回目のご予約、その場でお取りさせていただきます。ですので、2回目のご予約をお取りしたいので、だいたい2週間ぐらいはね、ご予定の分かるような形で来てください。で、その際、2回目の料金、うちは2回目1万2000円なんですけども、1万2000円の料金もご準備ください。当院で治療していくですなった際には、料金をお預かりさせてもらって、ご予約の方お取りさせてもらいます。よろしいですかっていうふうに言います。そしたら、はいって言ってくれます。そしたら、よっぽど治療が下手くそでない限り、2回目の予約取ってくれます。あとは、当院に駐車場ありますよっていう話とかですね。そういった部分をしていきます。そういうふうにしていくとね、予約取れないってことは、まあまあまあ、まずないです。あと、予定分からへんとか言われることは、まあないです。まあない。そんな感じで、ぜひね、やってみてもらえたらなと思います。では、終わっていきます。
さよなら。